台風17、18号の藤原高火事、2009年、北西太平洋の台風シーズン、藤原の高火、または藤原高火とは、二つの熱帯低気圧が約 1000km 以内に接近した場合、それらが干渉して、通常とは異なる振動を取る現象のことである。1921年に、当時の中央気象台所長だった藤原崎平が、 このような相互作用の存在を提唱したためこの名がある。熱帯低気圧は大まかには近くの亜熱帯高気圧や気圧の谷に伴う上空の風に吹き流されて移動してゆく。近くに別の熱帯低気圧が存在する場合、その熱帯低気圧に半時計回りに吹き込む風によって吹き流される効果が付け加わる。そのため二つの熱帯低気圧が接近すると、 それぞれがもう片方の熱帯低気圧の周りを半時計回りに接近しながら移動していくことになる。これにさらに亜熱帯高気圧や気圧の谷の風に吹き流される運動が足し合わされるため熱帯低気圧ごとにかなり異なった動きが見られる。藤原の効果が見られるようになる熱帯低気圧間の距離はその熱帯低気圧の大きさや強さにより ことなるが、だいたい 1000km 以内とされている。このような距離に熱帯低気圧が複数存在することは、大西洋やインド洋ではあまり見られず、ほとんどが太平洋上、特に北西太平洋に多く見られる。藤原の効果は6つに分類されている。1993年に、グレッグホランドとマーク・ランダーは、藤原の効果を解析して、これが単純に、 半時計回りに回転しながら接近してゆく運動ではなく、接近から捕獲から、半時計回りの回転から解放から離脱といったプロセスを経る運動であることを示している。ただ、接近した台風がお互いに複雑な動きをする理由としては、互いの風の影響ではないかという大まかな仮説が立てられているものの、詳しくわかっていないのが現状である。 藤原の効果の実証の過程で、水槽内に人工的に発生させた二つの水の渦が、接近時に複雑な動きをすることなどが示されたように、力学的には二つ以上の渦の間に働く、相互作用が藤原効果の原因ではないかとされている。そのため、沖の選ぶ台風が台風ではない寒冷渦と、藤原効果を起こしたように、台風以外の低気圧や、 気流の渦などでも藤原効果のような現象が見られることがあるが台風が関わっていない場合は藤原効果と呼ぶことはほとんどない気象庁では2007年4月に行った予報用語の改正で天気予報などでは使用しないが報道資料などで使用する用語としてそれまでの台風が干渉するに変えて藤原の効果を採用し台風が藤原の効果により 相互に作用して複雑な動きをするという表現を要例として挙げた。しかし、2014年春頃に運用が変更され、現在は予報用語としては使用を控える用語とされている。台風の動きに影響を与えるのは他の台風だけではなく、個々の事例について相互作用の程度を明確に示せないことなどを理由としている。 ハリケーンミオネトカオステンの藤原降貨時、1974年のハリケーンシーズンハリケーンハンバートとアイリス、熱帯低気圧ジェリーが並んだパレードオブストームズ台風7、8、9号3つの藤原降貨時、2006年北西太平洋の台風シーズン、藤原の降貨によって相互に作用し合う動きを見せた熱帯低気圧の例。2個よりも3個の方がやや多く、 同時に台風が多く発生するほど藤原の効果が現れやすくなると言える。大西洋ではハリケーンの発生が多かった1995年に数例の藤原の効果が見られた。ハリケーンハンバートとハリケーンアイリスがお互いに干渉し合う動きを見せ、後から発生した熱帯低気圧カレンがハリケーンアイリスに取り込まれる愛より型の干渉だった。 また1994年にも熱帯低気圧パッドと熱帯低気圧ルースがお互いに干渉し合う動きを見せた。2004年には熱帯低気圧がハリケーンリザに取り込まれた例がある。北西太平洋では2005年にハリケーンリディアがハリケーンマックスに取り込まれた。藤原の効果が見られる件数は北西太平洋が最も多い。 これは年間の熱帯低気圧発生数が多く、同時に近い場所での発生が多いことが理由とみられる。北東太平洋や北大西洋、南太平洋やインド洋北部、南部でも藤原の効果が時々見られる。南大西洋ではサイクロンの発生がほとんどなく、藤原の効果が見られたことはない。ちなみに台風がお互いに動く時の特徴として、 北西太平洋では、半時計回り、北、大西洋やメキシコ湾では時計回りに回転するものが多いという研究結果がある。ありがとうございます。